サロンレイの花畑ルミです。いいねいいねイエーイということで、業界ナンバーワンする YouTube ネイルズのルミナル、本日はですねジェルのはみ出しの処理の仕方をねお伝えしていきたいと思います。というのもですね、この前のセミナーでちょうどええ感じにねはみ出してくれた方がいたので、その時のね様子をこの動画でお送りしたいと思います。よろしければ評価ボタンとチャンネル登録の方を忘れずに、ぜひ最後までお付き合いください。このはみ出たとこ、こうと思ってこっちは大丈夫だな、こっちね、 OK。 ここのはみ出たところのと、なんだろう、このラインいらないわけじゃないですか。でここに縦でオフ棒を当ててあげる。で回転数が1万回転ぐらい、8000回1万なんで12時ぐらいで、このままこういう感じで通してあげると、皮膚の乗っかっちゃったところのが綺麗に、よいしょ、もうちょいか。でこれ皮膚に当たっても痛くないんで、こうやってはみ出しを取ってあげることができるよっていうので、ちょっと待ってね、そのままおじいは頑張ってね、よいしょ。で最後エメリーちゃんでこうやって、よいしょ、もう一回通しておこうか、取ってあげるとさ、よいしょ、取れた。はい、ということでいかがだったでしょうか。オフ棒ね、まあ、ルミナのオリジナルビット全てね皮膚に当たっても痛くないので、こういうあのストーンのオフだけではなくてね、ジェルのはみ出しの処理なんかにもご使用いただけます。でこのオフ棒の形が結構重要で、頭のとこ結構ね丸くなってくれているので、こういう使い方しても大丈夫なんですけども、他のビットで結構ピンピンのやつ、あの尖ったやつ使ってしまうと、この使い方すると怪我してしまうので気をつけてください。まあ、こんな感じでね、ぜひいろんな使い方していただいて、いっぱいね活用していただけたらなと思います。よろしければ評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。何か参考になることあったら、いいなネイルサロンレイ花畑ルミでした。取らなきゃダメだ、取らなきゃダメだ、取らなきゃダメだ。甘皮ってどこまで取ればいいんだよ。他の動画も見てみてねー。